こんにちは、友部知識認定コーチの西村です。今日はコーチングの個人セッションの場所についてお伝えします。私の個人セッションは高級ホテルのラウンジで行うことが多いです。やっぱり場所って大切だから、雰囲気ってやっぱり重要よっていうのが結論なんですけど、ご解説させていただきます。なんでかっていうとですね、できればちゃんとその90度の位置で座った方がやっぱり喋りやすいんですよ。私がクライアントの方をその観察するとき、どんな方かなってきちんと見させていただいて、その方のその状態っていうのを見させていただいて、あれって思っていろいろと確認をさせていただくっていうときに、ちょっと真正面に座っていると正直ちょっとやりにくい、できないことないんですけど、ちゃんとその方の声とかを聞くときですねっていうときに、周りがうるさいと私がそれにちょっと集中しにくいんですよ。で、私以前ちょっと食べ物のことばっかり書いて博士に怒られたことあるんですけど、抽象度低すぎとかって言われて、まあでもやってたことって実はそのコーチングをちょっといいとして、いろんなホテル、私石川県出身では東京都出身じゃないもんですから、どんなところがふさわしいかってちょっと分かんなかったんで、ご飯食べがてらいろんなちょっとレストランっていうかラウンジとか、その喫茶店とかを巡ってたんです。ご飯メインの喫茶店ってコーチングにあんま向かないですね。やってみた感じ、会議室とかよりはやっぱりホテルのラウンジって個人的に楽です。だから別にそのコーチングのためにその企業の方とかに出向くのはいいんですけどね。あともう一つの理由はクライアントの方が来るっていうその場が大切だと思うんですよ。私自身が逆にクライアントさんの方からこう景色がいい高いところのラウンジでやってくれって逆にお願いされます。バカと金持ちは高いところが好きとかって言いますけど、バカと金持ちとコーチングのクライアントさんも高いところが好きなような気がするので、できればちょっと高層階とかでやった方がいいのかなって私自身が言われますね。あとは、飲み物とかがあった方がちょっとリラックスしやすいっていう感じですか。はい、ということで私の、コーチングはよく高級ホテルのラウンジで行っております。本日は以上でした。